私もロリーズファーマーになっちゃうかもしれないです。あの服の話です。全然本編と関係ないんですけども、最初にこのなんで片側だけ出てんのってみんな疑問に思うかもしれないから一応最初に言っておきます。これはそういうデザインですから、でだらしない引き方をしてるってわけじゃなくて、そういうデザインだってちゃんとここにタンクトップ、これセット売りでね、高田馬場のローリーズファームで買ったんですけども、あこれ結構私この系統好きだなと思って、だからこれからローリーズファーマーになろうかなと思っている次第ではあるんですけども、お久しぶりです、ヘアドリー動画はここ最近やってなくて、まあ、韓国の旅行編の動画が多かったから本当もう撮影時代も2週間ぶりぐらいになるんですよ。皆さんお元気でしたでしょうか。私はとても元気です。で今回タイトルにもあるんですけども、結構ねビッグタイトルだと思いますよ。青木かのん、昔から好きだった女の子に告白するっていう、これあながち間違ってはないと思うんですよ。もう間違ってない。しかもそれさっきの出来事です。ただちょっと YouTuber あるあるの少しだけこの釣り針的な釣りあまりねやりたくないですけども、でもそれも入ってるかもしれないということを最初にご了承ください。で今回の動画はあえてあんまり編集をしません。それは手抜きをしたいとかではなくて、私の今思っているこの感情をそのまま視聴者さんに伝えたいから、あまり極力編集せずに出したいと思ってます。見づらいかとは思いますが最後までご視聴いただけると嬉しいです。じゃあ始めますね、まず今回のその話のきっかけは、同窓会があったんです。小中一緒だったその地元の同窓会、まあ少人数だったんですけど6人ぐらいでやったんですけども、それがさっきあったんです。で帰ってきて私はそのすぐに動画を撮ってこれを視聴者さんに伝えたいって言ってカメラ回してるから、もうつい 2,3 時間前の話です。で性別の構成は元男の子1人で普通の男の子1人で女子4人、うん、でその中に、私が小学校から好きだったって言っていいのかな、もう女の子が1人いたんですよ。でその子と私は最後に会ったのが中学校2年生なのね。小中一緒だったけどもその子は中2で転校しちゃったの。ちょっと甘酸っぱく感じません？そう聞くと。ただ皆さんがこの想像する男の子が女の子を好きになるってやっぱりチューしたいな手つなぎたいなってあるかもしれないんですけども、やっぱり私特殊な生き方をしてるわけで、もっと男の子だから、まあ、当時男子だけどもやっぱ将来的に女の子になりたいっていう人ですよ。そういう人が女の子を好きになるって、それは普通の男子と同じような感覚で女の子を好きになるっていうよりかは、今思うと、いや当時はあんまり私自分がその性別将来変えるって気づいてないからわかんないですけども、憧れの目線で見てたんだろうなっていう部分に私は、着地したわけです。だから、丸々ちゃんと手つなぎたいっていうよりかは、あんな風になりたいなっていう、多分そういう感じかな。難しい。ほんとね、性別の話になるともう超難しいから、わかんないよ。まあ、とりあえずそういう気持ちだったんです。まあ、それでとりあえず説明がまず、前説明が終わりました。で、今回その、ちょっとまた複雑なんですけども、その女の子4人の中に、1人が私がすごい、小学校の時から私が好きだった子、まあ、憧れていた子。で、もう1人は、中学生の時に私のことをすごい、好きでいてくれた子、中1から中3まで、その子はね地元の友達だけども中学校だけ一緒の子、小学校違くて、だから中学から同じ学校になった子が中1から中3まで私のこと好きでいてくれた子なんですよ。私は当時からすごい気づいてたんですけども、結構すごいっしょその構成。これ三角関係、いや全然そんなわけじゃないんだけども、じゃあまずその私が好きだった子、私が、憧れでいた対象の、アイちゃん、アルファベットのアイね。で、そのアイちゃんは私が好きでいたことを気づいてなかったんですよ。アイちゃんに12年ぶりに会って、小学校からずっと好きでいた。で、中2までもずっと好きでいて、なんか行く前にすごい私はドキドキしてたんですよ。男としてのドキドキってよりかは、女として会うことによって、その拒絶されないかなみたいな。
まあ、そういうまあ憧れていた子だからもちろん拒絶されないかなっていうなんか緊張感もあったんですけども、会った時にすごいね、あの久しぶりみたいな感じになってくれて、あの当時の愛ちゃんともういい意味で全く変わってなくて、うん、すごい嬉しかったっていうのと同時に、まあ、性別に悩んでいた当時のことをなんかすごいわーって思い出したんですよね。でもし私がその愛ちゃんが転校せずにその学校にいたら、私は告白してたかもしれないって思ったので、告白していたら私はもしかしたら今頃女になってないんじゃないのかなって、あ、わかんないよ、あの向こうが OK くれる前提でいう風に話しちゃってるかもしれないけど、私そんな当時からあのただのチンパンジー少年だったんで全然モテなかったんですけどもそうだから、ただ告白してたら私のこの心境は変わってたかもしれないっていうことです。まあそれもそれである意味縁だったのかもなって思うんですよ。転校したことによって私は告白しなかったってことは、私は、うん、そのまま女で今、うん、そうだよね、そういう話になるんですよ。でそのこと私はね愛ちゃんに伝えたの、うん、あの実は小学校からあの好きだったんだよって、めっちゃ面白いのがもう裸見たら女同士だから、まあ、向こうも向こうで、あ、そうだったのみたいな感じで、そう面白いでしょ。あのね、みんなにね私伝えたいんだけども、男の子が女の子に対して告白するときってさ、こうやってめっちゃ緊張する、俺あいつに告白して大丈夫かなってなるじゃん。いやじゃなくて、いやずっと大好きだったんだよみたいな感じで、したら、そうなのみたいな、全く知らなかったっていう、なんかもう女子ならではの感覚同士での会話ができたことに私はすっごい感激をしたんですよ。わかります？あ、これね多分伝わんないんだよな。あの当時は私は男の子のつもりでいたから、男の子のつもりだけど 内面ではやっぱり将来女になるぞみたいな、なんか、うん、潜在的にずっと思ってたんで、女の子を抱きしめたいとかじゃなくて、まあまあ、まあ、さっき言ったことです。だけどもやっぱりあいつに俺は告白しようかどうしようかって悩んでた時期は確かにあったんですよ。もう自分が本当に男として愛してるのか女として憧れを持ってるのか分からず、分からないまま で自分を何正しい道に導きたい、要は女の子を好きでいるのが男としてはもう普通じゃないのって、やっぱりね、うん、男を好きなのはおかしいことだと私当時思ってたから、だからこそこうやって告白しようかって思ってたから、まあ、その当時はやっぱりそういうドキドキあったけども、今回は普通になんか女同士みたいな、まあ、まあ、向こうは本当にそう思ってくれてるかわからないけど、でも私は感じる限り、限りなくなんか、うん、女同士でのテンションの感じで喋ってくれたんで、なんかもう本当にねすごい嬉しくて、もうなんかね泣きそうになりましたね。うん、全く拒絶することなく話してくれたんで、それは嬉しかった。だからその愛ちゃんにはとても感謝してるし、ある意味私の中でこのもう本当一方的ですけども、ずっとその気持ちを持っていた方だったんで、その方があのきっかけで今の自分がもしかしたら入れてるかもしれないっていうことにすごい感謝してます。本当に私は告白して転校せずにその方がずっといて、私は告白してたら私は女になってなかったかもしれないっていうぐらい、私はその方をすごい好き、うん、なんか憧れ好き、うん、そういう気持ちで、もう当時友達でもいろいろ言ってたからね、その子があの、うん、まあ好き、うん、そういう感じです。でそのもう一人ですよ、私のことをずっと好きでいてくれた子 Y ちゃんっていう子なんですけど、そのアルファベットでね、それ Y ちゃんは私のことを本当にあの好きでいてくれたみたいで、でそのこの友達時代でも私はやっぱりちょろちょろ聞いてたから、当時からだからなんか私的にはその彼女は私のことを男として好きでいてくれたから、その子の目の前に私が女として現れるのはショックを与えちゃうんじゃないのかなっていう、すごい複雑な気持ちがちょっとあったんですよ。だから緊張してたの、ダブルパンチで緊張してたんですけども、それだから私はちょっとね怖かった。
帰る時にね。でもその私のことこうやって10、その子とは11年ぶりか、中3まで一緒だったから11年ぶりで会った時に、昨日、あ、さっきね、すごいわーってなんかもうなんだ、好意的に接してくれた。で当時のこともお互いそう、うん、あの分かってたし、でも彼女もあの青木くんのこと好きだったみたいな、お互い普通に結構あっけらかんと話して、ザックバランっていうのはそういうことを、なんて言えばいいか分かんない、日本語を使ってたら分かんないですけども、普通に話してくれて、で、うん、飲みに行こうよって、またちょっとこれからは友達として、だからすごい、なんだろう、私的に分かんないですけども、その子の本当の気持ち、まあ私は見る限りすごい元気だったんですけども、私は逆の立場だったらショック受けちゃうんじゃないのかなって思ったけども、ああやって接してくれたことに私はまたすごい感謝をするわけです。向こうは私のことをすごいね、3年間も好きでいてくれたから、もうしょっちゅうメールね、こうやって送ってくれてたんで、当時から、だからこそのその今回こうやって接してくれたことにすごい感謝だなって思う。まあ実は私、この Y ちゃん、私のことを好きでいてくれた Y ちゃんと似たようなことが私は、高校時代にもあったんですよね。私のことを好きでいてくれた女の子に、私が女になって会ったらショック受けちゃったんですよ。あの時の青木くんはもういないんだねみたいな感じで、もうやっぱ女になってるから女同士だみたいな感じになっちゃってて、でそれからちょっと距離が空いちゃったっていうか、うん、向こうはやっぱり離れていっちゃったっていうことがあったから、そういうことが起きるのではないかと私はちょっと心配してたんですけど、もう帰りも一緒にこうやって途中電車もね、駅ホームまで帰って、もうすごいね、あの頃のまんまで、うん、なんかちょっと泣きそうになっちゃったんですよね本当に、うん、この動画すごいグダグダになっちゃってるんですけども、本当なんか人の縁ってすごい大事にしなきゃいけないなって思いました。だってその子にとって、そのやばい、この後私また出かけなきゃいけないんだ、出かけなきゃいけないっていうか、私ちょっともう今朝もう夜中に帰ってきて朝に撮ってるから、そのまま寝ずに行っちゃうんですけども、ちょっと泣きそうだな。その子にとって、ま、中学校1年から3年間私のこと好きでいてくれたって、もうその子そのまま青春ですよ。でその青春で行って、うん、思いを寄せていた子がもう、まあもうこの世に今存在してないわけですよ。あの青木くんっていうその男の子はもう存在してなくて、だからこそ私も結構なんか胸が痛くなっちゃったっていうのがあったんですけども、なんかもう全然遊ぼうねってもうね、 LINE でも終わった後も気をつけて帰って、ね、また遊ぼうねって、門前仲町で飲もうねみたいな、ね、なんか美味しい飲みあるから案内するみたいなね言ってくれて、もうすごい本当感謝です。だからもう愛ちゃん、アルファベットの愛ちゃんとアルファベットの Y ちゃんにはもう本当に、まあ、それをつなげてくれたその同窓会の、ね、幹事の女の子の友達でみんないてくれた友達もがいたからこそ、ああいう空気感になれて、あのいい形で再会が果たせたっていうことですから、本当皆さんに感謝しております。ちょっとあの写真とかここに載せておきますけど、顔映せないんですけどね、まあ、こういう感じで、終わりました。だある意味私が告白した日でもあったし、また、再会できて、これから一緒にまた楽しい、ね、青春を過ごしていけるきっかけになった日でもありました。だから本当にありがとうございますっていうことを私はすごい伝えたくて、今急いで動画を撮っています。ちょっとね、見にくい映像ではありますけども、最後までご視聴いただけた方本当にありがとうございました。また後日からいつも通りの配信に
戻りますんで、で韓国旅行編もあと1本だけかな、はい、いう感じです。よかった、伝えられてよかった、ごめんね本当に早送りして見ちゃってもいいんですけどもね、最後までこうやって見ていただけた方ありがとうございました。じゃあエンディング参りましょう。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そして、バンドチャンネル、リフレクションチャンネルは画面の下に貼ってありますので、ぜひチャンネル登録もしてね。そう、サブチャンネルじゃなくてバンドのチャンネルになったんで、ぜひチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。